次はワンダーモモの主人公モモ、そしてそのライバルとして登場するアマゾーナをご紹介しましょう。
登場する女の子は主人公アムルが物語の一番最後に救い出すアリーシャ姫です。次はナムコのカルトゲームと言われたサラリーマンアクションゲーム超絶隣人ベラボーマン。宿敵バクダ博士の作り上げたロボットマヤ姫はそのセリフ、危ない仕草、色っぽさなど謎の多い魅力的なキャラクターとして人気を呼びました。わしがバクダ博士じゃ。ベラボー誕生。ベラボー。ベラボー。ボーイ。ベラボー。ベラボー。ボーイ。ボーイ。あなたの負けよ。行くわよ。
ただいま。ありがとうございました。ナムコのゲームの中で最も年下のキャラクターはメルヘンメイズの主人公アリスです。紹介するオーダインの人気キャラクターはみゆきちゃん。彼女は主人公ではなくアイテムショップの店員さんです。まるでハンバーガーを買うようにアイテムを買うプレイヤーにいつもスマイルで応対します。We'll be right back.
ギリシャ神話をベースにしたようなこのヘリオスに登場するヒロインのアルテミス。アルテミスとは元来月と狩猟の女神なのだそうです。
いよいよ最後はお待ちかねのバルキューレの伝説です。そしてまさしく人気ナンバーワンのキャラクターバルキューレの登場です。さらにこの物語の途中で出会うコアクマンも人気キャラクターの一人です。でも彼女は本当に女性なのかどうかは分かりません。それでは壮大なファンタジーを彩る素敵な音楽とともにバルキューレの世界をお楽しみください。